あっという間ですね。見えてきましたよ。到着でございます。ということで、今回は福岡市西区のこの島からスタートしていきます。僕自身もこののこの島初めて来たんですよ。福岡住んで長いですけど、のこの島にうどんは果たしてあるんでしょうかね。ではまずはうどん人探しから参りましょう。こんにちは。こんにちは。すいません、突然声かけちゃって。どちらからですか今日は。釣り派の方から。あ、そっちの方からですね。のこの島は何回来られたことある感じですか。初めて。じゃあのこの島のうどんとかはあんまり知らない感じですよね。そうですよね、来たばっかりですもんね、はい、ありがとうございます。なんかうどんマップ声が聞こえたんですか。ちょっと聞いてみましょう。こんにちは。あ、本当です。ごめんなさい、ちょっとお邪魔してもいいですか。こんにちは。ちょっと行きましょうか。失礼します。あ、すごい。あ、こんな感じになってるんだ。お土産屋さんだ。うどんや。あ、うどんマップの岡澤と申します。すいません、突然。ここいつも見てますよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。いつもほら、うどん。あ、どうもこんにちは。すいません、突然。うどん屋さんないですけど。うどん、あ、そうなんですよ、せっかくうどん、うどんちでうどんまさなんかどこかないですかね。のこうどん行った。のこうどん、あ、作りようとは そこ。あ、はあはあ、これの先のとこあるね。そっか、のこうどんさんってじゃあのこの島でこう作ってるような、うん、島にあるんですか、食べられる場所が。あ、パークに。パークに、うん、あの、のこの島アイランドパークですか、うんうん、あ、そうなんですね、うん、あそこ行ってくる。今冷たいの食べたら、あ、うん、いいですね、冷やしのね、うどんがね、うん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 、すいません、突然でしたが。頑張ってくれ。ありがとうございます。ありがとうございます。お惣菜店を営むお母さんたち一押し、のこの島アイランドパークのうどん店に決定です。渡船場前からバスに乗り、道中島の景色を楽しみながらおすすめされたお店があるのこの島アイランドパークへ到着。まずはパーク内での取材許可を取ります。すいません、突然ちょっと取材のお願いをしに来てしまいまして。とりあえず取材は OK でした。はい、チケットも買ってきました。では中に早速行きたいと思います。うわー、ワクワクだ。すごっ。あ、地図もある。はいはい、お店、あ、うどん屋って書いてある。うどん屋って書いてある。ありました、ありました。いやでもね、ちょっとこのひまわりっていうのが気になるんですよ。ちょっとちらっと覗いてきませんか。初めて来たんでね、ちょっと一旦。お、すごいですよ。ちょっとこれ、あそこ奥すごくないですか。めっちゃひまわりがめっちゃ、うわ、すごいな。ちょっとこれ見てくださいよ、この一面のひまわりね。え、こんな全部向こう向くとかあります。全部向こう向いちゃってる。こっちからがすごいっすよ。もうみんなこっち向いて、うわー、綺麗。笑顔になりますよね。いいですね、のこの島。ひまわりから元気をもらったあきらくん、お店の方へ向かいます。この辺ですね。うんうん、お店がすごい立ち並んでます。おお、懐かしの思い出のおもちゃ扱ってるところです。ここはカフェだな。ここはカフェですね。かわいい外観、すごい、いろいろありますね。あ、ここがありました。ちょっと行ったらありましたよ。ここですよ。うどんって書いてある。ここ、こうちゃんっていいのかな。あー、でも、あ、でものこうどんって書いてある。あ、のこうどんって書いてある。だからいろんなうどんがある中のメニューの一つにこののこうどんっていうのがあるんですね。しっかりうどん情報をお届けできるように交渉頑張ります。行きます。ごめんください。あの、うどんマップっていう企画なんですけども、あ、ありがとうございます。 OK、 いただきました。よかったです。アイランドパークにお店を構えて40年のこうちゃんうどん。趣のある店内で観光客から大人気のお店です。のこうどんさんというお店が、まあ、福岡市内もね、以前お世話になったところがあって、何か関係がある感じですか。うちはちょ、こうちゃんうどんって。そうですよね、こうちゃんうどんさん。のこうどんは、はい、のこうどんのこう
島内にあるので、それから仕入れるようになって、はい、作ってます。なるほど。のこうどんは細麺ですが、しっかりとした芯を持ち、強いコシが特徴。こちらのこうちゃんうどんでも、夏は冷やしで食べるのこうどんが大人気とのこと。お店の方おすすめのサイドメニュー、高菜飯も合わせていただきます。はい、お待たせ。はい、ありがとうございます。お、はい、来たー、すごい。もうこれがもう夏のうどんですね。来ました。めちゃくちゃ美味しそう。綺麗にこう並んだ細麺のうどん、もみじが真ん中に添えてあるところがまたいいですね。涼しげで。あとこの高菜飯、これすごいですね。ものすごい量の高菜一緒に混ぜ込んでる感じですよね。いただきます。うわ、めちゃくちゃ細麺ですよ。なかなか福岡では珍しいですもんね。麺の表面がまたね、つるっとしてて綺麗だこと。うわー、くぐらしてね。いやー、いい感じ。ネギも絡んで、うわー、もうこの喉越しがもう半端じゃないですね。もうこれは細麺なんで ね、うわ、美味しい。もうそもそも多分のこうどんさんのうどんってちょっとこう腰強めな感じじゃないですかね。そうです ね、まあ、そこから冷たくして、あ、さらに腰が生まれて、甘いタレと薬味の効いた、これがいいですね。最高ですね。続いてサイドメニューで人気の高菜飯。うわ、うん、このシャキシャキ食感が美味しい。辛さはそこまでないので、結構お子さんでも食べやすいかなっていう。高菜自体をこの園内で作ってるってことですよね。そうですね、はい、作ってます。ここで漬けてるのがたくあんとこの高菜なんです。なるほどなるほど、はい、販売したりとかもしてる。なかなかね、販売するまでは量がないんですよ。じゃあもうこういうレストランとかお店でしか出してない、はい、食べられないものなんですね、これはね。うわ、はい、完食しました。いや、つるっとさっぱり、こののこうどん。のこの島には自然もうどんも魅力いっぱいです。ごちそうさまです。さあ、では最後にこのうどんくじをですね、引いて次の行き先を決めてください、はい、さあ、次はどこでした。しめ町でございます。じゃあ次はしめ町に向かいたいと思います。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあここから締め町を目指します。ひとまず一旦保線場の方に行きましょう。名残惜しさを感じつつ、まずはアイランドパークを出て、のこの島の渡船場からフェリーで姪の浜へ戻ります。到着してからはバスに乗り換えて地下鉄姪の浜駅へ、福岡空港駅を目指します。さあ、到着しました、福岡空港でございます。ここから歩いてすぐのところにね、しめ町がありますので、歩いて向かいます。しめ町までは歩いて16分。来ましたね、ようこそしめ町へということでね。じゃあ早速うどん人探し行きましょう。早速近辺で聞き込みを行っていると、自転車に乗ったうどん人と遭遇。なんでもご家族でうどんマップをご覧いただいているそうで、今明らかにあって、お、伝わった。どっかないかね。あ、もしもし。はじめまして、うどんマップの岡澤明と申します。あ、いつも見てます。ありがとうございます。おすすめのうどん屋さんがあるって聞いたんですけど、はい、松勝と言いますね。松勝さん、ほうほうほう、はい、うどん屋さんというかですね、はい、定食とかも主に多いんですけれども、そこのですね、はい、うどんを頼んだことが多いですね、その時確か、はい、肉が入ってたかなっていう感じがするんですけど、うどんマップでもちょっと初めて名前が出る場所なんで、すごい楽しみです。はい、はい、ちょっとぜひ行かれてください。まだありますね。ありがとうございます。お子さんの声が聞こえるな。こんにちは。こんにちは。あ、かわいいですね。会いたかった。あ、本当ですか。わ、嬉しいです。ありがとう。ちょっとパパの、お兄さんがちょっと引き止めちゃってごめんね。もうすぐ帰ります。お父さんの帰りをお家で待つご家族おすすめ、松勝に決定です。
お店は締め町内にあるということで、最寄りの亀山から2つ先のバス停刈谷へ。バスから降りるとすぐにお店の看板を発見。はあ、うどんの字はなく、カツ魚料理松カツね。おー、なんかすごい立派なものすごい立派なお店が見えてきましたね。角曲がってすぐに、すごくないですかこれ。一応まあ営業中っていう風にはなってるので、取材交渉行きたいと思います。行ってきます。わー、楽しみ。なんだ、うどんマップの岡澤明です。すいません突然。あ、ありがとうございます。今あのなんか店長さんとかって、はあ、社長さん不在でした。でも OK いただきました。よかったです。失礼いたします。応援ください、よろしくお願いします。いや、すごいすごいですね。ちょっといきなりですけど、これなんですか、これイケス。お魚が少ない。あ、今日少ない方。じゃあもっとこう普段はこっちにもわーっと泳いで、ね、じゃあもうメインは基本もうお魚で作った美味しい料理で、うどんがあるって聞いたんですけど。うどんとても美味しいですね。美味しいですか。お、よかった。うどんもある。お魚屋さんにうどんっていうのはちょっとあれかなと思うんですけど、ね、あんまり聞かないですけど。お作りとかお刺身でございます。やっぱりまず来るのはね、焼き物系もね、基本はこうお魚みたいな感じですもんね。で、うどんが、うどんがですね、あ、こちら稲庭うどんなんですね。そうなんです、ね、珍しいですね、福岡では。で、秋田の方の、ねね、日本 三大うどんの一つとも言われる稲庭うどんがここでいただける。そうですね。じゃあちょっとあったかいうどんと、なんかまあちょっとお刺身系、せっかくだから。そうですね、なんかそうだ、まあ、サバの作りとかも結構。お、じゃあもう今泳いでるやつもそれをさばいてお出しするみたいな、うもうちょっとそれもいただいてもよろしいでしょうか。すいません、はい、ありがとうございます。おお、来ました、稲庭うどん。福岡で食べる、ね、うどんともまた全然違いますね。締め町にお店を構えて39年の松カツ。店内でさばいた新鮮なお魚を使った定食メニューなど、地元で大人気のお店です。そんなカツグ料理店でいただける名物うどんとは。すいません、はい、ありがとうございます。おお、来ました、稲庭うどん。見てください、これ具材も天かすにお揚げに鶏肉も入ってますか、これ。そうです。あ、おー、なるほど。わー、おいしい。めちゃくちゃ飲みやすくてすっきりしてて、スッとこう入ってくるんですけど、後からこう出汁の旨味っていうのが効いてくる感じですね、これは。おー、この細さといい、ちょっとこう透明がかったこの感じが、福岡で食べるね、うどんともまた全然違いますね。うん、うん、うん、うわ、すごい。もうこの舌触りとこの食感が全然違いますね。結構僕腰強めなのかなって思ったんですけど、めちゃくちゃもちもちしてますね。こう柔らかしてて、ほんとこうとろっとするような食感でペロッといけちゃうっていうね。さらにふんわり食感の油揚げやゴロッと入った鶏肉は薄く味付けされており、出汁本来の旨味を崩すことなく、ほっとする一杯を演出しています。どうですか、お客さんのその反応、稲庭うどんに対する。まあそうです、期待通り、期待以上にうまかったっていうふうにお客様から言われてます。そうこう言っていたらこれすごいです、ありがとうございます。よいしょ、こんな立派なこのお作りありますかってぐらいこう綺麗ですね。やっぱこれ来たら皆さん喜びません？喜びません。ですよね。うわー、来たーってなりますもんね。はい、これはテンション上がりますよ。ツヤツヤだこと。綺麗でございます。うわ、おいしい。もう身が本当プリップリしてて。
程よい弾力もありながら新鮮なこのとろける食感もありつつっていう、これで満足しない人はいないでしょうよ。いや、うどんマップで初めてかもしれません、こんな立派なお作りが登場したのは。もう、完食しました、ごちそうさまです。では最後にですね、このうどんくじで次の行き先を決めてください。それで、はい、行きましょう。さあ次はですね、来ました、水巻町でございます。というわけで次回は水巻町からスタートしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。